これ迷ったのよ、グラスワンダーか東海帝王か。だけどやっぱり東海帝王は裏切れないってことですね。競馬場はね、来賓席というのに入れるんですよね。だからそれは特別な体験、あのチャンネル連れてね、デートがありだと思います。そういうね、お二人さん急に寒くなりましたね。金梨和也です。なので今日は鍋が食べたいなと思ってます。小町です。なんかやりとりがもう寒すぎますよね。近藤明です。というわけでですね、はい、このチャンネルは何かの文脈で誰かがお得になると判断したことであれば、どんなことでも取り上げる雑誌く先生くチャンネルです。今日のテーマは一口馬なし、そしてクレカです。一口馬なしかけるクレカということで、いろいろなものをこうオーバークロス合体させていくというね。これはシンカリオンですけどね、オーバークロス合体というのはね、はい、オーバークロス合体させていく、オーバークロスシンカリオン、違う機種同士が合体していくってやつ。今シンカリオンの話してんの俺たち誰だよ日本で。子供がたまにあれでアマプラでさ見たがるんだよね、あのシンカリオン。はい、で今日はそんなシンカリオンファンにもね、すごく刺さる内容だと思うのでぜひ聞いてほしいんですけどね。はい、今日のテーマだから JRA カードイエイ。もうほんとね、このなんていうの、一口馬は必携のこの JRA カードの話というのをしていきたいなというふうに思ってますのでですね、お得ですね、本当にお得。これはいいカードですよ、いいクレカ。今日のメニューはこちら。今競馬場に入る手段は指定席しかない。そして JRA カード保持者は抽選参加回数が増える。さらにポイントで来賓席にも入れる。競馬好きは持って損なしというね。あ、そんなの、来賓もいけるんですか。はい、ということなんやってという感じでね、やっていきたいと思うんですけど、はい、知ってますか JRA カード、持ってますか JRA カード、JR、使ってますか JRA カード。僕はだからね、いつも言ってますけど、東海帝王のね、やっぱ懸命東海帝王。僕はなんか最初に作ったので、ベーシックな、しかもニコスの方だね。あ、そうです、ニコスね、ニコス、これは DC カードの方です。そうで、なんかニコスはこれしかないんだって。あ、そうなんだ、懸命が。DC カードだと、いろいろ名馬セレクション11種類のね、カード懸命がいっぱいあったね、グラスワンダーとかあった、俺迷ったのよ、グラスワンダーか東海帝王か。だけどやっぱり東海帝王は裏切れないってことね。この間あの東海ポイントのさ、後藤調教師のご子息がっていうコメントをナルさんからもらってましたけど、こいつらねコメント見てないからな、本当に、気をつけてください。時差で見てんだよね。今日はねパッとサッと終わろうかなと思っていますので、はいはい、で JRA カード、あの今指定席本当にそうですよ、あの567でね、はい、競馬場入り、やっとこう入場が開始されたと思ったら、もう指定席しかないじゃないですか、はい、で指定席も何席、2000、3000、4000、5000とかさ、最大でももう5000ぐらい。ジャパンカップで4000何百とか、4384席。プラチナチケットに5万人が応募、競争率は 11.5。 おいー。で、今日さ、それの発表日なんだよね、今多分。そうなんですね。そうなんやって。今さ、今日11月の今日は24日24日の今4時15分なんですけど、本当はその JRA カードのね、その指定席予約のさ、ネット画面とか見せて、こうやってやるんだよとか、ポイントがこうやって貯まるんだよとか、いいよねとか、いろいろ見せたかったんですけど、ログインができないよ、あのアクセスが集中してて。で16時までメンテで、その台本作ってる時もずっとメンテナンス中で何もできなくて、でさらにやっと終わったからっつって4時でね、この前にさ1本撮ってね、あの金曜日の動画をさ、1本撮って、でそれからちょっとキャプチャー撮ってからまた撮り直すわっつってさ、で行ってみたらもうずっとログインできないから諦めたよ。先進めたいな。はい、そういうことでちょっと指定席、ほんともともとは結構この JRA カードってやっぱ指定席予約ができるから、まあこれがないとその優先予約みたいなのができなくてね、なかなか指定席取れないんで持ってるといいよみたいな。でもコアな競馬ファン向けのカードだったんですけど、今はこれがあるとないとじゃね、指定席で先行予約の期間があって、でその後一般、僕らはだからね、カード持ってるから2回そうす、先行と一般両方抽選入れるんだ。そうそうそう、でジャパンカップは、先行外れました。はい、僕も外れました、ね、だから今一般で申し込んで、それの当選発表が今なんで、金谷さんも申し込んだでしょ、一般は。申し込んでない。申し込むって言ってなかった。いやでもなんかさ、でもクレカじゃないとダメだったでしょ。一般あるよって僕金口さんから聞いたんですよ。あの時言ったのが DC だかなんかじゃないのブランドじゃないと申し込めないみたいな、一般の DC カードじゃないと申し込めない。 DC となんかの銘柄なら別にクレジットカードで予約できますよね、うん、JRA カードがなくてもそうクレカでいいです。その時見たの、うん、なるほど、そういうことだ。それで、俺持ってないやってなって、それで、はい、一般のね申し込めるあれがカードが限られてるということですね。はい、それが今ここに出ています。よく読んだら違うのかもしれないですね、はい、ということでね。若干こう荒れてますけど。
まあいいんですよ本当に。今本当競馬場に入りたかったらもう JRA カードを作っとくとすごくいいんですけど、まずまあ県名僕東海帝王で、アキラさんは普通なんだけど、ほらこれ見て JRA のロゴ、これニコスと DC でロゴもちょっと違うんだね。うん、でニコスブランドで1種類、 DC ブランドで11種類、ほら黒船もあるしグラスワンダーもあるし、サーレススズカ、東海帝王、シンプルクリセス、ジャングルポケット、ディープインパクト、エアグルーヴ、ウォッカ、ダイワスカット、なぜアキラはウォッカにしないのかという、ね、どうですね、なんでそれどういう話1種類の方を選んじゃってんだろう。で、JRA 競馬場指定席がインターネットで先行予約可能、先行予約が可能だから2回ねチャンスがある。でさらにこれ次にね、充実の JRA ポイントプログラムというのがあって、はい、ポイントでいろいろな、まあ、グッズもらえたりっていうのがあるんですけど、はい、ただね、皆さんご存知の通り節約大全のなんかね来てくれてる方ならそんなポイントを JRA カードよりも他のカードの方がいいよって思うじゃないですか、楽天カードだよみたいな、いや思っちゃうね、思っちゃうじゃないですか、うん、やっぱね競馬場はね来賓席というのに入れるんですよね。来賓席はですね、そう、はい、だからそれは特別な体験、そういうユーザー体験が得られるということで、まあそこは本当にねバリューですよね。いやそうですよね、はい、うん、あそこみたいなやつですよ、川崎で入ったところ。そう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 です、そうです、そうです、なんかちょっと自慢げに言うのやめなさい、そういうこと。みんなで入ったじゃないの、そういうこともあったね。そう、はい、でそういうのに入れたりもするので、何ポイントか、1万ポイントか8000ポイントか9000ポイントか忘れましたけど、まあまあそれぐらいで、まあ、ポイント還元率は1000円で10ポイントなので、まあ 1% ですね。はい、ただね来場ポイントっていうのも集めないといけないんですよね。来場回数があって、でその指定席を予約してそれで来場すると、来場ポイントとかがもらえたりですね、はい、来場回数ポイントみたいな感じで ね、 そうですね、来場回数によってランクがあるのよ、シルバーとかゴールドとか。ああ、それで還元されるポイントも変わってくるんだ。還元されるポイントというかね、そのゴールドだと抽選に当たりやすいみたいなね。そうですね、ステージが G1 とかはそういうステージが、その指定席取るときとか、はいはいはい、なるほどなるほど。だからね、本当カード持っててその指定席ヘビーユーザーだったら今も当たりやすいんだよね。そうです、うん、今年に関しては、うん、来年はね分かんないです、今来場ポイントが中止、うん、来年の上半期はちょっとみんなフラットの状態になるんじゃないかっていうのを言われてます。なるほど。上半期下半期で分かれてて、その上半期に得たポイントが次の期に、うん、反映される、はい、そうそうっていうのがありますので、これはねすごくいいですよ。で年会費は、1250円税別なので1375円ですね。初年度は無料です。だからこんなもんただみたいなもんです。いいですね、馬券買う人にとってみたら、うん、そうですね、はい、まあまあだからね100万円ぐらいなんで枠が、うんうん、まあだから普通のもう本当にこれはもう僕はもう指定席利用のためのクレカみたいな位置付けで使っているのと、あとは一回ね来賓席にこう入ってみたいなと思ってポイント貯めてたことがあったんですよ。はい、昔言ってましたもんね、うん、それでね、うん、そうそう、指定席のイメージの話をするの忘れてたから、今写真がポンってこれです、はい、こんな風にね、これはあの阪神競馬場の馬主席なんですけど、はい、高い席だったら本当こんな風ですよね。これ朝日杯に行ったところ、朝日杯、はい、そう、これサリオスの朝日杯の時の席なんだけど、まあこんな感じでこうね2人で、うん、2人並んで真ん中にモニターがあって、で後ろで馬券変えてみたいな、はいはい、そういう席、ガラス張りなので多分東京競馬場の S シティの、ね、ああそう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 、そんな感じですかね、はい、っていうような感じですごくリラックスできますし、はい、まあなんかね競馬場行くのにそんななんかいちいちお金使って指定席なんか行ってられるかみたいな、そんな必要ねえよって思う人もいるかもしれないんですけど、落ち着いて本当に競馬に取り組めますし、グループでゆっくりできて、なんていうの、例えばなんかオフ会をやろうとかっていうのもね、うん、できたりもするんでいいと思いますよ。はい、はい、あとチャンネル連れてね、チャンネルデートやめろ、その お前し馬場を連れていくみたいな、うん、ありだと思いますし、ね、なんかそういうね、お二人さんおじさんいっぱいいましたもんね。あ、そうそうそう、おじさんチャンネル連れてました。うんうんうん、うん、まあ、ていうか今はね、本当に指定席申し込んで当たらなければ現地観戦買った、うん、今のがパワハラだと思った方が高評価じゃないと思った方が高評価、そうです、まあ、当たらなければ現地会外現地で見ることができないですからね。そうですよね、今はね、もう本当そういうこと、はい、だから、ジャパンカッププラチナチケットに5万人が応募、競争率は 11.5 倍にというさっきのニュースがここで生きてくるわけです。はい、これも当たる気しないわ。でも 11.5 倍ってなんか意外に低かったなと。おお、どうですか、今アクセスできますか。アクセスできませんけど当たってんじゃないですかね。あ、入れます、入れた、入れた、やだなぁ落選でしたジャパンカップいけねえ、はい、
まあまあ、あのそういう、でもチャンスだこれね。そうです、そうです。今パドックとかガラガラでみんなすごいいいところで見れてるじゃないですか、うん、だからそれ羨ましいですよね。いい写真ツイッターにいっぱい上がってるじゃないですか。そうですね、はい、この前もハテナちゃん、そう、ハテナちゃんの写真ね、そう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 、うん、サリオスの写真もね、はい、はい、いい写真を撮ってる方いましたね。ヨビさん、羨ましいよありがとうございました。ということでですね、僕はそのね、567の前に、はい、その SFC 修行してる時に、競馬場修行、そのゴールドランクになるためのね、競馬場修行もぶっ込もうとして、こういっぱい飛行機に乗りつつですね、いろんな全国の競馬場を回ってやろうじゃないかみたいな風に計画してたんですけど、断念しました。中央競馬場って言われる、中央の競馬場、福島とか函館とか札幌とか。笠松じゃダメなの？笠松じゃダメです。そうか、はい、当たり前だろ、 JRA カートなんだこういう男です、金田一也は。と、はい、いろんなね、競馬場に行きつつ、ポイント貯めつつ、来賓室に行こうみたいな、そういうプロジェクト、うん、で、あと SFC 会にもなろうみたいな感じで、計画してたんですけど、スケジュールがね、過密すぎて、子供が熱を出したりしてね諦めました、まだ3歳だったんで、はい、親子で熱も出してたもんね。大変、大変でしたね、はい。でも函館競馬場とかね、一回行って調教師さんと飛行機の隣になって、そうそう、もうそれもそのこのおかげですよ、はい、これのおかげ、まあ、まあそういうのもありますので、はい、これはいつか再チャレンジしたいなと思ってますし、すごくね、なんていうのかな、その目の前のこうお金が得とかではなくて、すごく、体験価値みたいなのがすごく高まる、うん、そういう意味でいいカードだと思いますので、概要欄にね、 URL、 申し込みの URL を貼っておきますので、競馬場とかでキャンペーンとかやってたりもするんですけど、たまに、はい、まあ、今やってないですけど絶対、まあ、でも今特にいつまで限定か分かんないから、もっといかないといけないですもんね。そう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 、もっといた方が絶対いいので、うん、競馬場に行きたいなみたいな、でも JRA カードは持ってないなっていう人はぜひ申し込んでおくといいんじゃないですかね。初年度無料なんで、いや申し込んだら1年か、そうだそうだ、ね、年会費って、年会費って申し込んでからかかるから1年間無料なんで、うん、おすすめでございます。もしかしたらその競馬場オフ会みたいなのもね、指定席でやりましょうみたいなことができるかもしれないじゃないですか。いいっすね、うん、やってみたいよね。 JRA カードがないとそういうこともできないんで、何年か前から申し込んだらいいのにって言われてますよね、これね。そうそうそう、金谷さん何でも忘れるんで、動画見てもらったら分かると思うんですけどね、何でも忘れますので、はい、ということで、たまにはこういうクレカの話題もいいかなと。いや、そうですね、はい、今日はやってみました。はい、というわけで今日の話がちょっと面白かったら、ぜひ高評価とチャンネル登録、こっちもよろしくお願いします。節約大全公式チャンネルでは、お金にまつわる色々な話、広い意味で節約取れる話題であれば、どんなテーマでも取り扱っていますので、ぜひ再生リストもご覧になってみてください。はい、それでは今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。途中なんかエンストしてます。色？色？